大変お待たせいたしました。どうでしょうすごい、ね、後ろ姿ね、すごいね、ちゃんちゃんちゃんでしょ、斬新の登場の仕方ですねはい、皆様大変お待たせいたしました。じゃあね、リャクは前を向いてね、じゃあまずご挨拶いたしましょう。皆さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。本日ですね、リラックマが、ね、登場してくれたわけなんですけれども、リラックマストアが10周年、リラックマが登場して15周年というね、記念すべき今年はダブルメモリアルなイヤーとなっております。それを記念いたしまして、何やらね、リラックマが大事な大事な、発表お知らせを一緒に持ってこちらに、ね、遊びに来てくれました。ではね、重大な発表の前に、少しではありますが、フリー撮影会の方をね、始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日こちらのフレア広場の方に、リラックマが遊びに来てくれております。なかなかね、今回だけの特別なこの蝶ネクタイとタスキをね、身にまとって遊びに来てくれておりますので、ぜひぜひ写真撮ってあげてください。限定の、サインされたリラックマが、限られた店舗にリラックマが遊びに来てくれるということでございます。じゃあちょっとまだ詳細もうちょっと聞いていいかな。なるほどなるほど、その中ですね、限られた店舗の中で、さらに店舗によって衣装が違うみたいなので、これは全国を回らなければこうコンプリートができない、なかなかハードな企画となっております。ハードではありますが非常に大きな企画となっておりますね。はい、じゃあこれこの一つ目の中でなんかもうちょっと情報があるのかな、ないのかな、どっちかな、この動きはあるみたいですね。そうなんです、お兄さん欲しいなということで、でですね、今リラックマが遊びに来てくれるということでしたが、その限られた店舗で何やらノベルティとオリジナルなグッズが発売されるということで、何やらね、さらにさらに非常に楽しみな企画ではありますが、全国を回らなければ
手に入らないということで非常にね、楽しみな企画となっております。じゃあ一つ目のあれ発表は終わりかな、終わりかなそれぐらいかなということで、何か一つ目は終わりそうですね。はい、そうですね。じゃあ2つ目教えてくれる、さっき最初2つあるって言ってくれたよね。じゃあ2つ目ちょっと聞いていいかな。え、教えてくれないの、2つあるって言ったじゃん。え、お客さんも聞きたいですよね、2つあるって言ったもんね。持ってくれないの、教えてよ。あ、教えてくれるみたいですね。じゃあ2つ目ちょっと聞きたいと思います。なるほど。ちょっとなかなかリラックスまだ長々とおしゃべりをしてしまってね、要約いたしますとですね、ただいま、今現在東京の有楽町で、コリラックマストアミーツって、コリラックマミーツ茶色いコクマストアがね、開催されていると思うんですが、皆さん行かれましたでしょうか。行った方おられますね。東京まで行かれたんですね。すごいですね。私はですね、ちょっと東京までなかなか行けなくてお休みも取れなくてちょっと行きたいなと思うんですが、私のことはさておきまして、リラックマストアができて10周年ということで、あとコリラックマストアができて3年目で、最近ですねコリラックマストアに茶色いコグマのストアができたということで、何やなんかもう一人なんか忘れられてるのかな、なんかちょっとね、なんかあそこを濁されたんですが、兄さん、なんかリラックマの頭になんか毛が2本見えてきたような、なんか視力が眼鏡かけてるからわかんないのか、なんかちょっと毛が2本見えてきたような、入ってはなさそうですね。何や、大丈夫ですかね。ということで、なんかもう一人なんか忘れられてるようなね、方がいるんですが、その人のお店が何やらなんかできるみたいで、なんか日本の東の方でなんかオープンするということで、ちょっとその詳細聞いてもいいかな。何もうそれ以上言っちゃダメなの、あ、そうなんだ、ごめんね。なんかここまでしか行っちゃいけないということで、リラックマからちょっとかかりましたので、ということで、なんかリラックマからストップがかかってしまいましたので、ちょっとここまでにしておきたいと思います。ということで、ちょっと忘れられているもう一人のお店が何やら東の方で、オープンするということで、非常になんか意味深なちょっと情報を聞きましたが、リラックマだったらどこ見てるの、あ、なんかケーキがちょっと欲しいみたいですね。実は、リラックマがね、こっちにこちらで遊びに来てくれるということで、実はケーキを用意してもらいました。ということで、じゃあね、リラックマにケーキをプレゼントしたいと思います。ちょっと高いからちょっと待ってね。ではケーキの贈呈、ちょっと待って、贈呈をしたいと思います。じゃあリラックマ来てくれてありがとう、皆様拍手ありがとうございます、ありがとうございます。はい、どうぞ。ちょっと待って、リラックマ、なんかケーキの裏面になんか文字が書いてある、何かなこれ、お客さん見せても大丈夫、大丈夫ということで、お客、リラックマからお聞きいただきましたので、お客様にお見せしたいと思います。こちらがですね、リラックマストア10周年の企画ということで、まず一つ目のものですね、リラックママイアイドルイベント開催決定ということで、イベントの、ポイントなんですけれども、先ほども申し上げました特別な衣装を着たリラックマが登場ということで、何やカラフルな衣装を着たリラックマが登場するということで、リラックマストア10周年を記念いたしまして、衣装がなんと全部で10色、開催店舗は10店舗、その店舗でしか、会えないリラックマになっているということで、ぜひぜひ全国に、各地回っていただけたら非常にありがたいです。で、そしてポイント2つ目はですね、さっきもリラックマが少し教えてくれましたが、イベント限定のノベルティをプレゼントということで、イベント開催店舗でしか入らないオリジナル応援グッズをプレゼントします、ということでですね、何やら壮大なイベントが企画されているようですね。
またですね、このイベントは2019年1月から始まりますということで、皆様お楽しみにということで、このびっくりサプライズケーキの後ろに情報が書いてあるというね、ちょっと私も知らなかったんですがね、皆さんびっくりしたね、情報が書いてあったねということで、こちらが皆さん大事な大事なお知らせ、お二つということでございました。はい、ありがとうございます。ではですね、お時間が来てしまいましたので、ラスト、じゃあ、とっておきのポーズをとって、皆様とね、お別れしたいなというところでございます。あ、ケーキ持ちたい？ケーキ持ちたい？どうしようか。持てるかな？持てるかな？持て、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 あ、持て、持ちたいけど、ちょっと持てないかな。じゃあ、ちょっと、ソファのところに行ってね、あ、部屋とかかぶっちゃうかな。どうしようか。ここでもいいかな。大丈夫？じゃあこれも一緒に撮ってもらいましょう。じゃあリラックマに最後のとっておきのポーズ撮っていただきましょう。ではいきます。はい、ポーズ5、4、3、2、1、終了。ありがとうございます。はい、皆様大変お待たせいたしました。リラクマからね、お祝いの言葉と大事な大事な発表を2つございました。またですね、この後15時からの会にもリラクマがこちらのフレーキ場の方に遊びに来てくれますので、ぜひこちらの方にもお越しください。では最後に挨拶して帰りたいと思います。リラクマいいかな。はい、皆様今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。では順番にこちらのお客様からご挨拶して帰りたいなというところでございます。じゃあそれから気をつけてね。よいしょ、よいしょ。はい、上手上手上手。じゃあ順番にね、ご挨拶して帰って帰りたいなというところでございます。この後ですね、見逃してしまったお客様がいらっしゃいましても、15時からの会にもリラックマがこちらのビリヤニ広場の方に遊びに来てくれますので、ぜひこちらの方にお越しください。はい、ありがとうございます。バイバーイ。順番に、ね、お客様にご挨拶して帰りたいと思います。バイバーイ。で最後までね、トリトリとね挨拶して帰りたいと思います。バイバーイ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この後ね、15時からの会議のリアットマンがこちらのフィギュア広場の方に遊びに来てくれますので、ぜひお伝えください。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。